啓蒙先生君主とは、主に18世紀後半、東ヨーロッパの君主国の、プロイセンオーストリアロシアトルコにおいて、啓蒙思想を掲げて、上からの近代化を図った君主を指す。この概念を、北欧、南欧、西欧の君主に当てはめる場合もある。西欧の絶対君主と類推して、啓蒙絶対君主と訳出されたこともあったが、近年はあまり用いられない。などがその典型とされる。 最も有名なのは、18世紀後半を代表する、フリードリヒ2世であろう。また、も、それに準じる人物である。また一般的には知られていないが、スペインのカルロス3世、スウェーデンのグスタフ3世も、啓蒙君主として説明されることがある。さらに、口述の説明に基づけば、フランスのルイ16世を、啓蒙先生君主として理解することも可能である。ブルボン朝。 フランス国王類16世。当初、啓蒙先生君主は、啓蒙思想を掲げる絶対君主として理解されていた。プロイセンのフリードリヒ2世がボルテールを自国へ招いた際には、両者は数日で不和を招き、啓蒙先生君主は絶対君主よりもひどいものであるとボルテールは、十回している。こういった逸話は、啓蒙先生君主の体制を、実質的には、 絶対君主制と何ら変わらないとする理解をもたらした。こうして、啓蒙先生君主を絶対君主の概念から類推して説明する場合、この概念は、啓蒙絶対君主とも訳出された。しかしながら、近年は、こうした見解に批判が強い。その根拠として、絶対王政の時代を、遮断国家という枠組みで理解することが、主流になったことが挙げられる。 フランスのルイ14世に見られるような、いわゆる絶対君主においても、その権力の及ぶ範囲は一人、数との人民にまで及ぶものではなく、身分団体や経済的特権団体などの社団にまでしか及ばなかった。絶対王政という体制は、この王権と特権的諸団体の連携のもとに成立するものである。こうして、 絶対王政を捉えた場合、決して啓蒙先生君主は絶対君主と類推できるものではなく、むしろその逆であると言える。例えばオーストリアのヨーゼフ2世が貴族の特権を抑えようとしたり、宗教寛用令を出してカトリック教会の特権的地位を弱めようとしたことは、絶対君主が遮断を利用して君主権を強化したことに対して、その反対に遮断の弱体化や、 特権剥奪によって、君主権強化を図ったものである。すなわち、啓蒙先生君主は、上からの改革を通じて、身分制社会の構造を切り崩し、均質な国民を創出することに寄与したと、理解できる。上記の観点に立つのであれば、フランス革命直前の類16世は、チュルゴーやネッケルの助言の下で、貴族や聖職者の免税特権剥奪を図るなど、 国家財政の危機的状況を脱するために、遮断の枠組みを超えた、国内改革を行おうとしていた。この点で彼は、絶対君主類14世とは異なるため、むしろ、啓蒙先生君主の概念から類推して理解する、方が妥当とも言えるのである。戦術の概念を抗議的に捉えれば、明治新規の日本の明治天皇、用務運動を推し進めた。 新朝の道地帝や明治維新に習った土の絵犬の変法を推し進めた高所帝なども上からの近代化もしくは改革を行った啓蒙的君主と言えるだろう。ありがとうございます。